皆さん、こんにちは。先日、宝塚歌劇団の空組に所属する有明井さんがマンションから飛び降り自殺したという報道がありました。まだまだこれからの活躍が期待されていた若き女性に、一体なぜそのような悲しい死が訪れてしまったのでしょうか。宝塚歌劇団では上級生によるいじめがあり、有明井さんはヘアアイロンで額を火傷させられたなどと報じられていました。しかし、宝塚歌劇団側は今回の件でいじめの報道は事実無根であり、訂正記事を掲載しないのであればそれ相応の対応を行うと発表していました。一体宝塚で何が起こっているのでしょうか。今回はそんな宝塚歌劇団で起こった一人の女性を死に追いやった事件についてや、それについて元宝塚所属で現在女優として活躍する天海祐希さんが言及したことについてなどご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。9月30日、兵庫県宝塚市のマンションの敷地で住人の女性が倒れて死亡しているのが見つかり、その女性は宝塚歌劇団の俳優だと報じられました。着衣に乱れや事件性をうかがわせる傷がなかったため、18階建て高層マンションの最上階から身を投げ自殺を図ったとみられています。駆けつけた捜査員が18階を調べたところ、通路に彼女の所持品と思われるビニール製の手提げカバンを発見し、身元が判明したとのことです。女性は現役タカラジェンヌ、宝塚歌劇団の空組に所属する有明井さんでした。まだ25歳という若さでした。有明さんは亡くなる前日、母親宛てに28日夜にはマンションから飛び降りることを決めていた、精神的に崩壊しているとメッセージを送っていました。有明さんの母は熱心な宝塚ファンで、有明さんと同じく宝塚で活躍している妹いちかさんのことも同時に誰よりも二人のことを応援していました。きっと言葉では言い表せないほど辛かったことでしょう。精神的に崩壊するような出来事が宝塚では起こっていたということです。元宝塚所属として有名な女優の天海祐希さんは過去にいじめ問題について言及しています。今いじめの問題がいっぱいありますでしょう。どうして助けられなかったんだろうとか、それは悔しいし悲しいと無力さを痛感し、加害者に対してはまたそれをしている人たちがいるということが本当に腹立たしい。どれだけ人を傷つけているのかというのは絶対に自分自身で知るべきとストレートに怒りをぶつけていました。さらに天海祐希さん自身もいじめを受けた経験があるそうで、被害経験はありますよ。もちろん小学生の時もそうですし、宝塚時代も厳しかったですけどと詳細には明かさなかったものの、理不尽な仕打ちに苛まれた過去があることを口にしました。宝塚時代に辛い経験をしていたという天海祐希さんは、人の悪意というもの、それに立ち向かうことも勇気の一つではあるけれども、そんなものは自分の世界からなくしてしまっていいんですよ。だから逃げていいの。その逃げ方が自分で命の炎を消してしまうようなことは絶対に良くない。生きてこそ見られる景色、未来があると話し、本当にまだまだ素敵な未来が待っているから、そこの一瞬だけがあなたの人生の全てではないから、たくさんの未来があってこの世界はとても美しいと思うから、それをぜひ見てほしいと願いを込めるように話していました。今回他界された有明井さんは1998年4月京都市で140年以上続く由緒ある漬物屋に双子の姉妹の長女として生まれました。そして2015年4月に宝塚音楽学校に入学し、2017年3月に40人いる103期生として劇団に入団しました。有明井さんの初舞台は2017年4月でした。有明井さんは空組67人の中で歌唱、ダンス、芝居と三拍子揃った中堅どころで、とりわけ歌唱力に定評がありました。
しかし娘役にしては身長164センチと背が高いため、トップ娘役になるのは難しいと言われていたそうです。そんな有明さんは明るい性格で下級生の面倒見も良かったそうです。そして9月29日空組公演パガドが初日を迎えました。その日有明さんは普段と変わらぬ様子で舞台に立っていたそうです。しかしその翌日、有明さんが宝塚大劇場に姿を現すことはありませんでした。一体なぜ有明さんは命を絶つという選択をしなければいけなかったのでしょうか。宝塚には5つの組があります。月組には7人、花組には8人の103期生がいるのに対し、空組は有明さん含めて3人、おまけに男役のアノン雄星さんは休演中で、有明さんが中心となり実質2人で新人公演の準備をしなければならなかったそうです。宝塚には入団1年から7年目の生徒だけで行う新人公演という舞台があります。本公演の期間中、各劇場1公演の見若手が普段上級生がやる役を演じます。これはファンにとっては次世代スターを見つける機会、若手にとっては将来の飛躍につながるヒノキ舞台。最年長の7年目として新人公演の空組リーダーを任されたのが有明さんでした。そんな新人公演の演出は本公演を担当する演出家ではなく演出助手が担当するそうです。多くの生徒が舞台上で輝けるよう配慮するのが通常の姿なのですが、ここ数年は生徒たちがフォーメーションなどの演出を一部差配するのが慣例になっていたそうです。しかし生徒が演出に深く関わるとどうしても軋轢が生まれてしまうのが現実です。この演出をめぐり有明さんは次第に孤立を深めていったそうです。下級生からはなんであの子があの位置なの、公平じゃないなどと突き上げを受けていたそうです。宝塚といえば先輩後輩の上下関係が厳しいイメージがありますが、空組はよく言えば自由闊達で、悪く言えば上下関係の規律が乏しかったそうで、まさに学級崩壊と言えるその状況に有明さんは板挟みになっていたそうです。さらにそんな状況に加え、有明さんは新校長、新人公演のトップとして上級生から尋常ならぬ怒号を浴びせられていたそうです。指導と称した説教は夜中まで続き、亡くなる直前は深夜12時過ぎにまで及んでいたそうです。空組には新人公演のメンバー以外の上級生が約20人いましたが、世話役である組長やトップスターはその状況を見て見ぬふりをするというひどい状況だったようです。そんな有明さんの転機となったのが2021年夏の空組公演シャーロック・ホームズ・ザ・ゲーム・イズ・アフットでした。彼女が新人公演で抜擢されたのはホームズの相棒であるワトスンの恋人メアリー役でした。本公演でその役を演じたのは2014年に100期生として39人中5番の好成績で入団した天井ミネリさん。事件が起こったのは2021年7月20日の新人公演の直前のことでした。天井さんが有明さんに対し前髪の作り方を教えてあげると言い、高温のヘアアイロンを彼女の額に押し付けたんだそうです。有明さんはショックを受け、新人公演の時はギリギリの精神状態で出演していたそうです。この事件は有明さんが親族に相談し、親族が怒ってプロデューサーに話したことで劇団が知ることになったそうですが、有明さんは泣きながら天井さんが怖いから大ごとにしたくないと訴え、さらに天井さんは私そんなことしませんと事実無根を主張したため、事件はなかったものとして蓋をされたのだそうです。皆さんいかがでしたか。今回は有明さんが亡くなったことについてご紹介いたしました。このように宝塚歌劇団は何か起こると事実無根を主張し隠蔽し続けてきました。誰を頼ればいいのか、味方がいないことに
アリアさんは苦しんできたことでしょう。ご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。